皆さんお疲れ様です。スターライドと申します。今回なんですけれども、まあナルコリやっていくやつなんですけども、そうですね、今回動画出させてもらおうと、思ったのがですね、実はですね、まあ、この今回ですねマイペコンテストですかね、結果発表が、来たんですけれども、見ますとこちらですよね。1位の方 JSB 様なんですけども、この方がですね、自分フレンドになってもらってる方で、はい、ちょっと待ってくださいね。確かそうなんです。こちらの方ですよね。はい、フレンドの方が1位になったということで、おめでとうございます。それがちょっと言いたくて動画を、はい、出させてもらったんですけれども、すごいですよね。まあちょっともう一回見ていきたいんですけども。まあほんで、これ1位になるとあれですよね。石が250個ももらえるんで、これはすんごいでっかいですよね。まあそれも含めて、まあ1位ということと、石が250個ということと、はい。おめでとうございます。これでも、あれですよね。シンプルかつ、すごいユーモアの溢れるコメントと、はい。まあ、うまい具合にマッチして、みんなの心をぐっと掴んだのかなと思います。まあ、ほんで、あれなんですけどね、自分の方も一応一つだけ投稿させてもらって、一応あるんですけど、まあ、さっきのやつを見た後ですんごいしょうもないんですけど、まあ、こういう、まあ、ちょっとくだらない、しょうもないやつを出してしまって、まあ、これでも、そうですね、いいね540も押していただいてありがとうございます。はい、まあ、次回は、まだあるかどうかわからないんですけど、まあ、あるんですかね。また会った時は、はい、もうちょっとマシなやつ考えて、出してみたいなと思います。はい。というわけで、あとですね、まあ先ほどフレンドの、画面行ったんですけれども、ちょっと一つですね、お知らせと言いますか、お断りを入れようかと思いまして、なんですけど、こちらですね、接続日で、相当すると、こちらの、まあ、4名の、まあ、方なんですけども、左か30日、12日、10日、5日と、まあ、ログインから、まあ、ちょっと離れてらっしゃるというところで、まあ、各、この4名の方は、確かそうですね、自分の動画見ていただいて、フレンドの募集させてもらった時に、申請いただいた、方やと、まあ、思うんですけれども、どうやら多分もうなるこれやってはらないんかなと、正直思ってまして、まあ結構、ログインされるのかなと思いつつ待ってたんですけれども、そうですね、もうちょっとこの4名の方のなるこれはされてないのかなと、思いまして、そうですね、フレンドの方を、まあ、解除させていただこうかなと思って、こちらでこの動画にて、お知らせをさせていただこうと思いました。でですね、また山尾さん、高菱さん、MPV さん、小川さんですね、まあまたナルコレ、復活といいますか、まあやめてるかどうかちょっとまだ分かんないんですけども、まあまたやられることがあって、まあ、またその際にフレンドになって、くださるのだったら、またそうですね、申請といいますか、コメントいただけたら、もう喜んで、フレンドにならさせていただきたいと思ってますんで、ひとまずですね、今回はですね、この4名の方ですね、解除させていただこうかなと思っております。申し訳ありません。で、そうですね、この4名の方で、空いた、4枠ですね、に、また、フレンドさんに、まあ、なって、くださる方ですね、もしいらっしゃいましたら、こちらのコードありますんで、自分と、また、ナルコレ楽しんでいきたいなと、思ってくれる方、お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。まあ、動画の方のコメントで一番いいのが、動画の方のコメントで、ナルコレの名前を、まあ、書いていただいて、まあ、申請っていう形で送っていただければ、一番申し訳ないですけど、分かりやすいんで、それを、まあ、お願いしたいんですけれども、まあ、申請の画面の、まあ、コメントとかでも、はい、そういった分かるようなコメント出していただいてたら、はい、申請さ、承認させていただきますので、はい、よろしくお願いします。
で、今、結構イベント来てるんですけども、まあ自分も、まあぼち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 と、やっておるわけなんですけれども、まあ一応は、この一番上のやつは、まあ、終了ですね。ポイントも溜まったんで、はい、終了です。で、次が、大激闘任務ですかね。大激闘任務も、ポイントの方はまあまあ、一応報酬をもらってるんですけども、これで報酬で、もらえる、こちらの、キャラですね。ハヤテなんですけど、これがまだ、2のレベルが、まあ、マックスまで、まあ、いってないというので、まあ、マックスまでするところはどうかな、まあ、微妙かなと思うんですけども、まあ、特攻とかに入るということもあって、一応マックスを目指してはいくんですけども、とはいえ、時間と、ラーメンと、いろいろ今後ですね、昇級試験も控えているということで、まあ一応15日あとあるんで、昇級試験終わってから、ラーメンとの、数と見て、まあ、ランク上げもこれでね、できるんで、やっていこうかなと思ってます。あとはこちらのカムイで、帯とをもうちょっとゲットできればなと思っております。で、こちらですね。こちらの方が、こういう、白の布ですかね。もうまあ集めて、人形を変えると。まあもう、もはやこれもどう、わからない。もう何やこれっていうような人形なんですけども。まあまあ、頑張って作ろうかなとは思っております。はい。まあ、こちらがまああと4日しかないんで、まあちょっと急いでいかないといけないかなと、思っております。はい。まあ、というわけで、今回の動画なんですけども、愛知になられた JSB さんの、おめでとうございますということで、はい。締めさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。